バンドのロゴディープパープルはイングランド出身のハードロックバンド。日本ではレッドチェッペリンと並びハードロックバンドの代表格の一つに数えられ、後のハードロック、ヘビメタルバンドにも大きな影響を与えた。1976年に一度解散したが、1984年に再結成した。2016年度にロックの殿堂入りを果たした。ボーカル、ベース、ギター、 キーボード、ドラムというメンバー構成で、ラウドなサウンドを使った演奏を繰り広げる、ハードロックの有名バンドである。代表曲には、ハッシュ、ブラックナイト、ハイウェイスター、スモーク、オンザ・ウォーター、紫の炎、ウーマン、フロム・東京、スペース・トラッキン、グ、スピード・キング、チャイルド・イン・タイムなどがある。アルバムセールスは、全世界で1億枚を突破している。 本バンドの前身となったのは、サーチャーズの元メンバーでドラムとボーカルを担当していたクリス・カーティスが結成を起としたラウンド・アバウトというバンドである。クリス・カーティスが最初にメンバーとして考えたのは当時同じアパートに住んでいたジョン・ロードである。また、この時期の前後にクリス・カーティスはトニー・エドワーズにマネージャーの就任を打診した。この当時、 トニー・エドワーズはファッション関係の仕事をしていたが、同時にエシアという女性シンガーのマネージャーも手掛けており、その関係でクリス・カーティスと地域があった。さらにトニー・エドワーズの誘いによって広告関係の仕事に携わっていたジョン・コレッタもマネージャーに加わり、ビジネス面での体制は早くから整いつつあった。一方、メンバーの人選は難航した。ジョン・ロードに続いて、 当時ハンブルクで主にセッション活動をしていたギタリストのリッチー・ブラック・モアにグループ加入を要請したもののなかなか他のメンバーは定まらずそれでも特にマネージャーの二人が熱心にメンバー探しに奔走したがボビー・ウッドマン・クラークがドラマーに選ばれた以外は進展せず結局4人で活動を開始することになったしかしこの人用の人間関係は非常に 不安定だったと言われており、さらにバンドの発起人であるクリス・カーティスが失踪したことが重なり、ラウンド・アバウトは一旦消滅した。しかし数ヶ月後、マネージャーの二人トロード、ブラック・モアが再び集結し、ニック・シンパーをベースに、シンガーをオーディションによって選出した結果、ロッド・エヴァンスにそれぞれ採用する。またロッド・エヴァンスのオーディションに同行していたのが、 同じメイズというバンドに対案ペースである。ブラックモアがハンブルクでペースのプレイに接しており、その力量を十分に把握していたため、バンドは初代ドラマーのボビー・クラークを解雇し、ペースを迎え入れた。オリジナルラインナップ1968年3月、バンドのマネージメントを担当するヘック・エンタープライズが設立され、同時にバンド名をディープ・パープルと改めた。 バンド名は、ブラックモアの祖母が好んでいた、ピーター・デ・ローズというピアニストの同名の曲から引用し名付けたと言われている。後日のデビューシングルや、当時のロックの状況から、ドラッグとの関連で名付けられたという説もあるが、ディープパープル側は否定しているとされている。レコード会社との交渉は難航し、結局は、ブラックモアの人脈から、プロデューサーのデレク・ローレンスを通じて、 テトラグラマトンレコードというアメリカの小さなレコード会社と契約した。1968年5月、デビューアルバムのハッシュが発売され、6月にはジョー・サウスの曲をカバーしたハッシュがシングルカットして発売された。このシングルは9月のビルボード市でシングルチャート第4位を記録するヒットとなり、新人バンドとしては異例と言われるほどの順調なスタートを切った。 この時期はまだハードロックサウンドにはなっていない。ディープパープルの初演は1968年8月にイギリスで開催された第8回ナショナルジャズブルースフェスティバルと記録されている。10月、セカンドアルバムの詩人タリエシンの世界がアメリカで発売された。同月には渡米して数々のライブを行い、フェアウェルツアーを行っていたクリームの前座も務めている。 ハッシュのヒットによって必然的にアメリカでの活動が重視され一時的な帰国を挟んで翌1969年3月までアメリカツアーが行われた。詩人タリエ新の世界からもケンタッキーウーマンがシングルカットされて38位まで上昇。アルバム自体も40位まで上昇した。なお、本国イギリスでは同アルバムは翌1969年6月に ハーベストレコードからリリースされている。バンド内で意見の対立が表面化したのは1969年の前半からだと言われている。コメントする者の意思や立場によって状況の説明が著しく食い違うため第三者による明確な把握は困難とされているが、その中にあって同年3月頃にベースのニック・シンパーとボーカルのロッド・エヴァンスがバンドから 離れるに至った点、およびニック・シンパーがそれを不服として、訴訟を起こしたという点は、万人が認める事実となった。また、これと並行してもう一つの問題が浮上した。アメリカでは1969年6月に、サードアルバム、ディープ・パープル3がリリースされたが、その直後にテトラグラマトンレコードが倒産し、ディープ・パープルはアメリカでのレコードの発売元を失った。 この件もまた訴訟沙汰となっているが、同年暮れにワーナーブラザースレコードと契約を結ぶことができた。結果として、この事件が幸いとなり、はるかに大きな規模のレコード会社への移籍ができたことになる。この当時の音楽性は、バニラファジやクリーム、ジミヘンドリックスに影響されたサウンドで、曲によってはクラシカルなアレンジを施していた。コンサートでは、 クラシックをベースとした20分以上もの即興演奏をこなし、後のプログレッシブロックにつながるクラシカルなロックも演奏していた。第1期ディープパープルが残した3枚のアルバムは、その独自の世界観を構築していた。この当時のディープパープルは、 ハッシュというヒット曲を持つコンパクトなロックを演奏するグループという印象で一般のロックファンには人気だったがハードロックファンにとっては物足りない部分も存在した。第2期ラインナップ1969年の中頃、リッチー・ブラックモアのジ・アウトローズ時代からの旧友であるミック・アンダーウッドの紹介によってエピソード6のボーカリストであるヤン・ギランが新たにメンバーに加わった。また、 同行していたベーシストのロジャー・グローバーも同時加入が決まった。こうして、ラインナップを一新したバンドは急遽、ハレルヤ、ハレルヤをレコーディングし、前述の倒産状態であった、テトラグラマトンレーベルに残す形でリリースする。この時期、a a のロックシーンは、レッド・ツェッペリンの、当時は斬新だった、ハードロックサウンドに注目が集まっていた。 これに注目したブラックモアはよりハードなサウンドをバンドに導入することを提案したが、ロードはせっかく軌道に乗り始めたクラシックとの協調路線を台無しにする必要はどこにもないと思う反対し、第1期の流れを組んだ幻想的なサウンドをバンドに要求したと伝えられている。最初に進むべき方向を提示したのはロードであり、1969年9月24日、 ロード自身が作曲したコンチェルトをディープパープルとロイヤルフィルハーモニックオーケストラとで演奏し、その演奏をライブ録音したアルバムロイヤルフィルハーモニックオーケストラが12月にリリースされた。このアルバムは翌年のメロディーメーカー誌のアルバム人気投票で9位に選ばれた。なお、ブラックモアは後年、この時の共演に関して物珍しいだけの苔脅しで、 二度とやりたくないと語っている。話し合いでは根本的な解決が困難だと結論した。ブラックモアはオーケストラとの共演アルバムが完成した後、一度だけハードロックを試行するアルバムを作ってファンの反応を見たいと提案した。ロードはそれを重複し、次回作の主導権をブラックモアに託した。こうして1970年に入って新作アルバムの レコーディングが開始され、本国イギリスで6月20日に Deep Purple in Rock というタイトルで発売された。このアルバムはイギリスチャート4位に入り、さらにプロモーション用にレコーディングしたシングル曲の Black イ n i g h t がイギリスで2位を獲得した。ただし、アメリカでは両方とも売れなかった。日本ではこの曲がラジオでヒットした。なお、日本では ブラックナイトがシングルとして1976年に発売されスマッシュヒットしている。この結果ディープパープルはハードロック路線を進むことが決定しバンドの楽曲制作はブラックモアが主体となって行うことが自然に決まった。ロードは作曲面では基本的に身を引く形となり逆にジェミニ組曲やウィンドウ組曲などのソロ作品に創作意欲を 振り向けるようになった。1971年9月、ハードロックアルバムとしては第2弾となる Fireball が発売され、前衛で1位を獲得した。ただし、ブラックモアはこのアルバムに対して、スケジュールの厳しさによって、録音期間もなければ、メンバーの健康状態も悪かったと不満の意を表している。そのため、 次のアルバムは納得のいく環境で制作することを要求し、1971年12月、スイスのモントルーにあるジェネバ湖のほとりにあるホテルで、ゆっくりと英気を養いながら、対岸にある六角形をしたカジノで、モービルユニットを使って録音する予定だった。ところが12月4日、ディープパープルが使用する直前にこのカジノで、フランクザッパーとマザーズがコンサートを行っており、 そこで興奮した観客の一人が木製の天井に向かって銃を撃ち火災が発生してカジノは全焼してしまった不幸な事件だったがここで一つの伝説が生まれたホテルの窓から湖の上に煙が立ち込める様子を見ていたギランが隣にいたグローバーに向かって不意にスモークオンザ・ウォーターという単語を発したそれを聞いたグローバーはその時はドラッグを連想するから ディープパープルムッキではないと思ったと言われているに、その話をしたと発言している。しかし、やがて彼らの中で次第にこの言葉が膨らみ始め、ブラックモアが書いた印象的なリフと融合して、スモーク・オン・ザ・ウォーターが誕生した。先にベーシック・トラックが完成した、この曲も含めて、12月6日から21日までに、宿泊していたホテルの廊下で録音されたことでも、有名な、 マシンヘッドが完成。翌年2月にアメリカでイギリスでは3月にヨーロッパ各国や日本でも順次発売されてヒットを記録した。だが人気が上昇するにつれてレコーディングとツアーは一段と過酷なものになりメンバーの健康状態も次第に加工戦をたどることになる。5月に予定されていた来日ツアーは延期されその後ようやく全員が健康を回復して ツアーが再開されたものの各自の不安と不満は募る一方だった。1972年8月には来日を果たし、15、16日に大阪フェスティバルホールで、17日には日本武道館でコンサートが開催された。この日本公演を録音したライブインジャパンは12月に日本限定で発売されたが、その出来の良さが気に入られ、 海外でもメイドインジャパンというタイトルでリリースされ、プラチナディスクを獲得している。このアルバムからシングルカットされたスモーク・オン・ザ・ウォーターがアメリカで大ヒットし、ようやくバンドはアメリカでもブレイクした。一方、マシンヘッドに続く新作のスタジオアルバム紫の肖像の制作は難航を極めていた。メンバーの疲労蓄積とスケジュールに対する不満が、 根底にあると言われている。それでも、イアンペースによって、ミキシングが行われ、ライブインジャパンと、ほぼ同時期の1973年初頭に、リリースされた。しかし評判はそれほど、高くなく、最初にシングルカットされた、ウーマンフロム東京は、ハイウェイスターほどのヒットにはならなかった。メンバー間の不仲とツアーの連続による、肉体的疲労は、 もはや修復が不能な段階まで来ていたと言われている。まずグローバーがスケジュールの不満から脱退を口にするようになり、これと並行してブラックモアがギランのボーカルに不満を感じるようになっていた。ギランもマネージメント側に脱退を表明し、ブラックモアもペースを誘って脱退することを考える。だが今までの成功を失いたくないペースとロードに説得され、 ブラックモアはバンドに泊まることを決意する。第3期ラインナップ新メンバー探しは1973年の3月頃より始まっていたと伝えられている。まず、イアン・ペースとジョン・ロードが熱心に誘ったのがトラピーズのベース兼ボーカルだったグレン・ヒューズだった。当初グレン・ヒューズはトラピーズを脱退できないという気持ちに加え、ボーカリストとして自信を持っていたため、勧誘の際にも ボーカリストとして認めてほしいと条件を出した。ただし、この時点で、リッチー・ブラックモアは、グレン・ヒューズと発声も、歌唱方法も異なる元フリーのポール・ロジャースを、理想のボーカリストとして考えており、実際に、ポール・ロジャースに加入も要請した。この食い違いによって、グレン・ヒューズとの交渉は難航。さらに、ポール・ロジャースが、最終的に要請を断り、自身のバンドである、 バッドカンパニーを結成して活動を開始したためディープパープルは一歩間違えれば解散という状態に追い込まれていた結局ボーカリストは一般から募集することになり4000人以上とも言われる応募者の中から当時は全く無名だったデイビッド・カバデールが選ばれ第3期ディープパープルがスタートする1974年2月このメンバーによる初のアルバム 紫の炎が発売された。後にリッチー・ブラックモアが納得して制作できたとコメントした数少ないアルバムであり、シングルカットされた紫の炎に加え、パープル解散以降もデイビッド・カバデールやレインボーのロニー・ジェームス・ディオラによって歌い継がれていくミストリー・デッドなどが収録され、成功を収めた。また、第2期のハードロック路線に加えて、 グレン・ヒューズの主張が濃いとされるファンキーサウンドのユーフールノーワンやシンセサイザーを大幅に導入した A200 など新メンバーの力量や新要素が巧みに発揮された傑作とされている。このアルバムの発売直後である4月、ロスアンゼルスのオンタリオモータースピードウェイで行われたカリフォルニアジャムに日没後最初の出演バンドとして登場し、 約20万人と伝えられる聴衆の前で演奏を行った。この時の演奏は特に評価が高く、この映像は現在でも DVD ソフトとして購入することが可能。しかし、この好調さも1974年の8月に制作が開始された嵐の死者の頃には失われていた。特にハードロックを試行するリッチー・ブラックモアに対して、 新加入のデイビッド・カワデールやグレン・ヒューズがディープ・パープルにソウル・ミュージックやファンキー・ミュージックの要素をより多く持ち込もうとしていたことがきっかけとなりリッチー・ブラックモアは次第にディープ・パープルでの活動に対して意欲を失っていったこのアルバムが発売された10月予定されていたアメリカ公演が中止となって空白期間が生じたためリッチー・ブラックモアはかねてより計画していた ソロシングルの制作を開始。以前から気に入っていたエルフと共にブラックシープ・オブ・ザ・ファミリー16世紀のグリーンスリーブスを完成させるが、これがリッチー・ブラックモアにとって期待以上の出来だったため、脱退してエルフのメンバーと新バンドレインボーを結成することを決意した。ブラックシープ・オブ・ザ・ファミリーはイギリスのバンドクォーターマスの曲でこの曲を ディープパープルにてカバーすることをリッチー・ブラックモアが提案したが、カバーはダメだとする他のメンバーとの意見の相違が彼の脱退のきっかけであったとされている。最初にリッチー・ブラックモアから打ち明けられた当時のマネージャーであるロブ・クック・ジーも、そしてその後に打ち明けられたメンバーも、当然ながら異流に努めたが、決意は変わらず、1975年4月7日の パリでのライブを最後に脱退したにほとんど動かず、ボトルネックギターの演奏に終始するという不本意な結果に終わった。続くアメリカンツアーは問題なく終了するも、本国イギリス公演にてマスコミやファンに激しく叩かれた彼らはやがて空中分解状態となった。まず、デイビッドカバデールがこんな状態では何もできないと言って1976年5月にジンを ジョン・ロードに伝え、さらに7月8日にトミー・ボーリンが脱退。グレン・ヒューズもトラピーズの再編を含めた別行動の意思を表していた。7月18日にジョン・ロードとパープルオフィス間の話し合いで解散を決定。翌19日、どこで嗅ぎつけたのか、イギリスの新聞デイリー・ミラーがディープパープル解散をスクープ。こうして7月24日、 事務所より解散が正式に発表された。解散時に正式なコメントを残していないジョン・ロードは後にディープパープルを名乗るべきではなかったとの胸の発言をしている。解散後のメンバーはそれぞれ別の道を歩み始めた。デイビッド・カバデールは念願だったソロアルバム2枚の発表の後ホワイト・スネークを結成。グレン・ヒューズはヒューズ。 スロールで活動を開始した。ジョン・ロードとヤン・ペースは、ペース・アシュトン・ロードを経て、カバデールのホワイト・スネークに合流。そしてトミー・ボーリンは、ソロアルバムを制作し、自身のバンドを結成して、ライブ活動も展開するが、同年12月4日、ドラッグの過剰摂取により死去した。こうして、ディープ・パープルは、1984年の再結成まで、 音楽シーンから姿を消すこととなる。第5期1984年4月から1989年5月、第5期ラインナップでのライブ約8年間のブランクを経た1984年、ディープパープルは黄金期と言われる第2期のメンバーで再結成した。この時期、アメリカを中心に世界的なヘビーメタルブームが起こっており、その中でディープパープルはその元祖として歓迎された。 なお、前年の1983年にも再結成が計画されたが、メンバーの足並みが揃わず、見送られている。レインボーのストリート・オブ・ドリームスの一部の曲は、再結成ディープ・パープルのために作られた曲の流用である。なお、この再結成によって、各メンバーが、それまで関わっていたバンドは相当の打撃を受けた。まず、リーダーであるリッチー・ブラックモア。 ロジャー・グローバーが抜けたレインボーは解散を余儀なくされ活動が軌道に乗り始めたばかりのホワイト・スネークもジョン・ロードの脱退で痛手を負う。イアン・ギランはブラック・サバスをイアン・ペースはゲイリー・ムーア・バンドを去る。またホワイト・スネークのリーダーでディープ・パープル第3期、4期にてボーカリストを務めたデイビッド・カバデールはこの再結成をかなり辛辣に批判し再結成は金が 目当てと吐き捨てている。1984年11月、再結成アルバム第1作、Perfect Strangers がリリースされた。内容は、レインボーとニキパープルの長所を接中した傑作と、高い評価を受ける。さらに1987年に、House of Blue Light、1988年には、ライブアルバム、Nobody's Perfect をリリースし、数年にわたって、 順調に活動が続いていた。しかし水面下では、リッチーとギランの関係は悪化しており、ハウス・オブ・ブルーライト制作前にはギランは、脱退寸前であった。リッチーは当時アメリカの無名の若手ボーカリストだった、ジョン・コラビに目をつけ、加入させようとしていたが、ギランが復帰を表明し、ジョンの加入は中止となった。ハウス・オブ・ブルーライトの発売が延期されたのも、 ギランの脱退未遂が影響していた。第6期1989年12月から1992年8月、ジョーリン・ターナーここでまたメンバー間の不仲が起き、イアン・ギランが脱退。代わりに、元レインボーのジョーリン・ターナーが加入。彼を迎えたアルバム、スレーブスマスターズは、レインボーの再現的な音楽性になる、との大方の予想を覆す。 現代的なハードロックアルバムとして安心して聴ける、佳作に仕上がったと評された。第7期1992年8月から1993年11月当初は、第6期のメンバーで作成していたものの、ジョーリン・ターナーが脱退。公認のシンガー探しに、右翼曲折あったが、バンド結成25周年の名目で、イアン・ギランが復帰。この時点でアルバムはほぼ完成していたが、 ヤン・ギランとロジャー・グローバーが歌めロと歌詞を無理やり書き直し、1993年7月に紫の聖戦をリリースする。この段階でリッチー・ブラックモアとヤン・ギランの不仲は決定的になったと伝えられており、来日公演が翌月に迫っていた11月、リッチー・ブラックモアが脱退した。 第7.5期1993年12月から1994年7月日本ツアーをプロモートしていた武道音楽事務所の提案でブラックモアの代役としてジョー・サトリアーニがサポートとして参加。参加要請から日本公演までわずかの時間しかなかったが、サトリアーニはもともと実力者である上にパープルの大ファンであったため来日から2日ほどのリハーサルで バンドとフィットできた。日本公演を成功率に終わらせたバンドは、翌年のヨーロッパツアーにもサトリアーニを帯同させる。そのまま正式メンバーとして迎える案もあったが、すでにサトリアーニは、ソロミュージシャンのキャリアも積み上げつつあったため、実現しなかった。大発揮1994年11月から2002年2月、スティーブ・モーズソロ活動やディキシードレッグス、カンサスなどで、 高い評価を得ていたスティーブ・モーズがディープパープル以外の活動を認めるという条件で加入。1996年2月には紫の証をさらに1998年6月にはアバンダンを発表。なお、1999年ロイヤルフィルハーモニックとの共演30周年を記念したコンサートが当時と同じくロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催されたが、 ホローボーカルとして、ロニー・ジェームス・デオが参加して、スモーク・オン・ザ・ウォーターを歌った。この模様は DVD 化されている。第9期2002年3月現在第9期ラインナップに具体的な問題から、ジョン・ロードが脱退、オリジナルメンバーは、イアン・ペース・ユニーズ人となった。代わりにコロシアム2、レインボーや、オジー・オズボーンバンドなどの活動で有名な、ドン・エイリーが加入し、現在に至る。 2003年、AD 加入後のアルバム、バナナズ、2005年には、ラプチャー・オブ・ザ・ディープを発表。ラプチャー・オブ・ザ・ディープのツアーは2011年まで続き、2009年の来日公演ではジョンがゲストで参加した。来日公演では、これが最後であった。2011年のグループショット2012年、ジョンが、水臓癌の闘病中に、肺則炎症との合併症を引き起こし、 死去。71歳ボーツ。2013年、ナインティーンスアルバム、ナウホワット。オリリース。2014年4月、武道館公演を含む来日公演が実施された。2016年5月、日本武道館を含む、全国7カ所で来日ツアー公演が決定。VO、イアン・ギラン、B ・ロジャー・グローバーは70歳を迎えての、来日公演。 2017年、節目の 20th アルバム、インフィニットを発表。2018年10月、ザロンググッドバイツア b y 来日。千葉、名古屋、大阪、広島、福岡で公演。2020年2月29日、新曲、スローマイボーンズがオンライン発売。同時に、新アルバムが6月に発売されることも発表された。 しかし実際には COVID-19 の影響により発売は延期された。2020年8月7日、発売が延期されていた新アルバム、ウーシュが発売された。時期によってその音楽性は変転しているが、最も印象深く、商業的にも成功している第2期は、いわゆるハードロックであり、またヘビーメタルの先駆的な存在であると思われる。クリームや、 ジミ・ヘンドリックスなどの洗礼はあるにせよ、疾走感を伴う曲奏と大きな音量を出すことが可能なアンプ、PA を使用して観客を圧倒するパフォーマンスを展開するという、言ってみれば形式としてのハードロックを構築したのはディープパープルであると言われている。また、クラシック音楽の導入が特徴とされている。とりわけ国民学廃校のそれに多大な影響を受けており、 火星進行を学識に導入している。代表曲であるハイウェイスターと紫の炎の乾燥部分はバッハのコード進行を引用したものであるとリッチー・ブラックモアは語っている。またリッチー・ブラックモアによるギターの即弾き、印象的なリフは非常に有名で即弾きの元祖とも言われている。特にハイウェイスターや紫の炎などに見られる即引きのテクニックは その後の多くのギタリストに影響を与えた。また、スモーク・オン・ザ・ウォーターのリフは彼らの楽曲の中では、最も有名な楽曲となり、TV や CM でそのリフが多用され、ロックスターを夢見る多くのアマチュアミュージシャンに、多大の影響を与えている。ストラトキャスター、もしくはそのコピーモデルを手に入れて、まず、スモーク・オン・ザ・ウォーターのリフを弾くギターキッズは、今も多い。他にも、 ブラックナイトのリーフが有名。さらに、イアギランの金切り声を立てる、超高音シャウトは、当時のロック界を象徴するものであり、レッドツェッペリンのロバートプラントと共に多方面に影響を与えた。なお、ロバート自身は、レッドツェッペリンは、ヘビーメタルではないという意味のコメントを発している。日本での人気は凄まじく、アルバムや楽譜の売り上げが、 ローリングストーンズをはるかに上回るほどで、レコード会社もレッド・ゼッペリンと並ぶに、ダイ・ハード・ロック・バンドと呼び、ロック雑誌もそれに習った。あとのパーアップルファミリーであるレインボーなども、日本では格別の人気があり、来日時は、ビートルズのような扱いを受けたとメンバーが語ったと伝えられている。2012年、2013年の二ドロックの殿堂にノミネートされ、 一般投票で2位と人気を示したが、受賞は逃した。先に受賞したキッスのジーン・シモンズ、ラッシュのゲディ、ー、リー、ガンズ・ローゼーズのスラッシュ、メタリカのラーズール・リッヒはそれぞれディープ・パープルは、検証されるべきであるという意見を表明していた。2015年4月、ローリング・ストーン氏の読者投票で、殿堂入りすべきバンド1位となり、2015年10月に3度目のノミネート、 2016年4月に正式に受賞した。受賞者は、イアン・ペース、ジョン・ロード、リッチー・ブラック・モア、ロジャー・グローバー、イアン・ギーラン、ロッド・エヴァンス、デイビッド・カワデール及びグレン・ヒューズ、すなわち、第1期から第3期の主要メンバーのみとなり、創設メンバーのニック・シンパーと、県メンバース・ティーブ・モーズや、ドニエ・リーラは除外された。またリッチーは、 パープルサイドが共演に難色を示した事情もあり、出席を見送った。メンバーの入れ替えも、比較的、多かったが、各メンバーの脱退後の活動やソロ活動も盛んで、常に、ロック界をリードしてきた。以下は、その本の一部である。ABCD アンケニー、JSON ディープパープルバイオグラフィーヒストリー、オールミュージック。2020年11月14日閲覧。 h t t p w w w g l e n h u g h e s c o m スラッシュ <com> t p 7 6 6プログラム html.http://allmusic.com w w w ソングチャイルドインタイムマウント n t 0011416285<ッ>ハット abcde 進行ミュージック館ディープパープルブリティッシュロックの王者紫髪 吉田博和編より、ABCDEFGHIJKLMN、新興ミュージック館、リッチー・ブラックモア、狂気の雷舞より。ただし、本国イギリスでは、アルバム、シングルとも、時期遅れの9月にパール本レーベルより発売され、全くヒットしなかった。作曲は、ニール・ダイヤモンド、そのため、エピソード6は、この後自然消滅してしまう。 メイドイン、ヨーロッパ国内版のライナーノーツより。なお、同ライナーノーツでは、イアンペースがグレントトミーを理解できなかったと、コメントしている。ディープパーパリーンブック、ディープパープル全史2018年新興ミュージック、エンターテイメント ISBN9 兆7844億164万6722ピアニッシ二百282から283。 ディープパープル、新作は、前作よりヘビで、よりプログレからバークス。ハットフェブラリー27マーチン・キール・ティップ・ブリッシュと、ディープパープル、アナウンスニューアルバム、ウーシュ。アルティメット、クラシック・ロック2020年9月7日閲覧。April 2020スコット・ムーン・ロレさん、ディープパープルプッシュバックリリースオブニューアルバム、ウーシュ。 クラシックロックマガジン2020年9月7日閲覧ディーカバデールと G ・ヒューズ電動入りセレモニーに出席バークスリッチー・ブラックモアロックの電動入り欠席を正式に表明バークス1980年リリースの UK ハーベストシングルブラックナイトにも当該写真が使用されたありがとうございます